今回私が、はい、所有することになるテスラになります。今後このカードキーなくても携帯持って近づけば自動でロックも解除される。あーすごい、はい、あーでは気をつけて帰ります。750万するから。どうも小田です。今日はですね9月の某日でございますけれども、今日ですね私が予約していた車、まあ、こちらねお金も払っておりますけれども、そちらをですね受け取りに行く日でございます。私もう33年ですね生きてきて車持ったことありませんですけれども、今日ですね、まあ、マイカーを持てる日が来るというのでですね、もう先に言っちゃいますと電気自動車のテスラというですね車をですね購入いたしました。いやーこのねテスラねなかなか高くてですね750万円するんですよね高い高い。こちらにもですねちょっとね書類もありますけど、テスラのねやっとこの日がやってまいりました。今ですね1時半でございまして、3時にですね受け取る約束をしております。大阪だとですね豊中というところですね、まあ受け取ることになるみたいなので電車で向かいたいと思います。テスラですねちょっと先に言っておきますと、こんな風にアプリもありまして、ちょっと立ち上げて見ると分かるんですけど、今回はモデル3というですね、まあ、テスラの中で一番安い、まあ、それでも750万円するという電気自動車、めちゃめちゃ高いんですけど、こちらですねもうアプリ見ていただければ分かると思うんですけども、はい、今日からテスラファミリーの一員ですというふうに書かれておりますね。いや本当にもう楽しみで、一方でめちゃめちゃ不安でもあります。ぶっつけないかなみたいなねもう時間もそんなにありませんので、今からですね妻と一緒に豊中の方に行きたいと思います。豊中の方にやってまいりました。ちょっと歩いたところに多分テスラを受け取る場所あると思うんですけど、めっちゃ緊張する。もう胃が出てきそうな感じ。いやー本当に本当に本当受け取るんだろうかって感じですね。間もなくじゃ到着です。豊中のテスラにやってまいりました。あそこに T の文字がありますけど、中はちょっとねガランとしてますけども、スタッフの方もいらっしゃいますね。街中ではテスラっていうのは正直そんなに見かけないですけど、さすがにここら辺は充電するところもあるからか、目の前の車もテスラですけど、今納車したやつですかね、中にもちょっとテスラがありますけれども、今回受け取る場所となっております。おちょっと早いんですけれども、受け取りに来ましたっていうことをですね伝えようかと思います。いや緊張。こちら2枚セットになっております。こちらカードキー以外に携帯電話の方をペアリングをしていただいて、はい、キーとして使うことができます、はい、こちらが今回私が、はい、所有することになるテスラになります。おかっこいい。このね、まあ電気自動車になりますので、はい、本当新車ですからね。いやすげえかっこいいな、というかまあそれは私がね思ってるだけなんですけど、はい、このような感じとなってます。こっちがテスラ専用なるほど、はい、分かりました。走るときは手動なので、ここで、はい、グッと引っ張って手動なんですね。ここなんですが、ここ押していただくと、はいはい、開くよ。なるほど。ここにカードキー読み込む機械が入ってまして、はい、これここにかざしていただくとロック、アンロックっていうのができます、はい、で、押して引っ張って、あ、押して引っ張る、あ、こんな感じですね、はい。お今、まあ、車スタンバイモードみたいな状態なんですけど、はい、ピーって出てるんですが、うん、この状態でブレーキ踏んでもらうとここのアニメーションがちょっと変わります。あ、そうですね、こんな感じで、はいはい、ギアが入ります、はい、ブレーキ踏みながら一番下まで下げるとドライブに入ります。これドライバー、あ、そうです。じゃあこれブレーキ外すと前を進むっていうことですね。上に上げるとリバース、この先端のボタンを押し込むとパーキング。あ、パーキング、あ、なるほど。そうですね、この3つだで、ウィンカーは左側こちらですね。これで、あ、こういう感じです。わかりました。デフォルトはナビ画面になってます。はい。で、車の基本的な設定は右下の車のアイコンをタップしていただくと、ここタップしていただくと、車の設定画面が開きます、はいはい。ハンドルとミラーの調整がモデル3はかなり特徴的でして、ハンドルというのをタップしていただくと、こういうアニメーション出るんですが、ここでハンドルの高さ調整。ああ、本当だ。すごい。
前後のということで前後もできるってことですね。はいはい、なるほど。あ、すごい。こうカチッと押し込むと今度操作はこっちの右側に入る。あ、そういうことですね。わかりました。この車前ですとオートパイロット、まあ、テスラの売りの一つでもあるんですが、はいはいはい、こちらオートパイロットオフになってますので、はい、こちらからつけていただく必要があるんですが、はい、まあ、画面の方にオートステアリングカッコベータとサモンカッコベータがあるんですが、はいはいはい、こちらそれぞれオンにしていただきたいのでタップしていただいていいですか。一応この状態でオートパイロットは、オンになってます、はい、ここでエアコンの調整ができまして、今風のアニメーションが出てると思うんですけど、はい、そこ指で動かしていただくとここの風向きの調整。おー、すごいですね、はい、この携帯が鍵として。あ、なるほど、集中曲です、はい、今後このカードキーなくても携帯持って近づけば自動でロックも解除されるような。はい、ということでテスラ手に入りました。電気自動車 BMW のやつは韓国で使ったことありますけれども、普通のガソリンのやつとは違ってたりするんで、ちょっと外出る前にテスラのところでちょっといろいろ見てからですね普通の道路を走りたいと思います。ということで、すごくないですかこの画面これがデフォルトでついてるわけですからね。テスラすごい。このアプリもめっちゃかっこいいよね。基本でついてますからね。これはテスラよという感じでちょっと興奮してますけども、もうぶつけないように750万するんで、はい、ちょっとじゃあまずはバックで入れたいと思います。もう周りはテスラだらけですおお、かっこいいな。もう説明もね、次のお客さんどんどん来るらしくて30分くらいでサクッとっていう感じだったんですけども、なんかそこら辺がねテスラいいなっていうふうに思ったりもしましたね。というので改めてちょっとねいろいろ触ってみたのでご紹介しようかと思います。まず一周ぐるっと回りましょう。はい、こんな風な一般的なこうセダンですかね。中はもう電気自動車ですからね、かっこいい、うん、もう基本のでも白にしました。いろいろ色っていうのはですね決めることはオプションでできるんですけれども、とりあえずもう白で注文してもうそのまま白みたいな。実際中も見ていこうかと思いますけども、こんな風にカードがあって、ここら辺にタッチすればカーシェアみたいですよね。はい、こんな風にもうこうプッシュして開けるみたいなね。それでちょっと私がもうすでに軽くまだ20メートルぐらいですけど運転しちゃったんですけど、このままね、まあ、このラッピングももう取ろうかなっていうふうに思います。ああ、こんな記念に取っとけばよかったな。こちら踏んじゃったけど、これも大事にしときたいぐらいですね。ということでここもじゃあ後で取りましょう。それではお邪魔します。これ剥がす？うん、剥がす。うわー、もう肩がしたらなんかね、スマホでもここねフィルム外すの、ね、すごい躊躇するけど剥がしちゃいましょう。じゃあさすがにこのまま運転するわけにはいかないんで、ここも剥がしちゃいましょう。うわー、かっこいい。いやーね、テスラこのディスプレイもかっこいいっすよね。もう iPad みたいな感じで、うん、ただ上位のねやつだともっとかっこいいんですよね。それぜひあのホームページ見てください。もうこれはまだね、これでもかっこいいですけどもね、もう上位モデルはもっとかっこいいですけど、はあ、気持ちいい。うわあ、これも取っとこう一番驚くのはディスプレイのバッテリーかと思いきや、これ車のバッテリーですかね。これがこんなねちっちゃいの、なんか485キロ、あとはそれぐらい走れるってことでしょうね。もうスマホみたいな感覚です。うん、これがまあ有名なイーロン・マスクが設立したまあテスラ、まあニコラ・テスラの名前から取ってると思いますけれども、そちらのですね次世代のまあこう車でございます。ちょっと暑いからじゃあエアコンとか触ろうとしたら、これ17度かな、全然暑いよね。でもあ、そう、こんな風になんかさっきなんかすごいことやってたよね。正直わからんというところもあるんですけれども、まあ、ここら辺はちょっとねどんどん覚えていきたいと思います。通信も今はねWi-Fi ですけども、電波もそう LTE が入って Wi-Fi も設定できるんですけども、最近の日本の車っていうのはこういったところも対応してたりするんですかね。まあ、テスラはもうここら辺もねもう当たり前のように月額料金も今はかからないらしいです。ただなんかこういろいろなんかネットフリックスとかもこれで見れるらしいんですけども、そういったのなんか使いたければ月額料金1000円ぐらいが払う必要があるみたいですね。まあいろいろドリンクホルダーとかあって、ここにもなんか USB こういう風に開けて、ここに USB があって、ここでなんかこう USB 挿すと
あのドライブレコーダーとかもずっともうこれ基本的にもう中についてるので、そういったところを使うことができるということです。だから今日はちょっと安全運転で帰らないといけないな、なんかって録画できてないということだと思いますので、こんな感じですね。はい、サイドブレーキはまずないんですよね。それでアクセルとブレーキっていうところあるんで、まあ、ちょっとブレーキ踏んで、はい、こう D、 今 D ドライブの状態ですとか、ここで、まあ、バックとかそういったところを操ることができて、もしパーキングにしたければボタンをプッシュするというちょっと変わったやり方なので、これはちょっと気をつけないといけないですね。まあ、ウインカーとかはもうこんな感じで、はい、できるということですね。これは何なんだろう。あ、2人ともシートベルトしてないってことですね。本当だからテクノロジーですよね、全部すごいな、うん、目の前にあるのがテスラのスーパーチャージャーというやつで、あそこでまあ充電するということですね。ああ、そんなに日本はね、テスラのスーパーチャージャーっていうのは少なくて正直不便だと思います。ただまあね、あのこういったところもちょっと憧れがあったんで今回買ってみましたけど、まあ私は全然来ますけどね。どうでしょうかね。ここら辺もまあね、実際になんか面倒くさいとかあると思うんで、そこら辺もレビューできればなっていうふうに思っております。でここら辺ももうね、 iPhone だよねハンドルとかなんか細かいこういったので、ハンドル調整こんな風にまあこう上下することができた。こう回すやつとこう上下にこう左に押したらこう出てきますし、右に押したらこう戻って遠くなっていきますし、私あの普通の車乗ったことないんで、あのその違いをね説明するっていうことはできないですけど、まあ、結構でもレンタカーとか乗ってるんでだいぶ違いはあるのかなって思ったりしますけど、中はもう広々としてますね。モデル3っていうですね、まあ、一番コスパのいいテスラではあるんですけども、これでも本当に高級車ですね。出るときはここのボタンを押せば出るんですけど、ここちょっと下がるんですよね。ピッて見てください、こんな感じで、それで開くみたいな、はい、こんな感じです。まあ、後ろの席もちょっと軽く、まあ、こんな感じですね。これは一般的なのかなって思ったりもします。後ろなんですけれども、うん、まあ、これはこんな感じで、これがチャデモっていう電気あのチャージするときにまあ使うやつということで、まあ、私もちょっと使い方わからないですけど、まあ、これはねまだ電池がなくなってきたら、今 100% あるんで大丈夫ですけど、まあ、なくなったらちょっと使ってみたいなというふうに思います。あ、そうそう、ここが充電するコンセント入れるところですね、はい。まあ、あの多分日本車に比べるとだいぶクオリティっていうところはちょっとね、ここが空いてたりとか、あ、まだまだここら辺がね、もう事前ネットで分かってたんですけども、ちょっとクオリティ低いんじゃないみたいな、こんな間空いてるけどみたいな、ちょっとテスラのスタッフの人も笑ってましたけど、まあでもちょっと今テスラはこんな感じですということでした。それでもやっぱりもう人気のね車種で、すぐ注文しても手に入らないようなものですね。はい、ちょうど今伊丹空港に近いということもありましたが、 ANA が見えますね、はい、あそこは伊丹空港です。こんな風にまあカメラがついてたりとかしますね。タイヤはねハンコックっていう韓国製でしたね、うん、そう、あのてっきりね、あのアメリカの、ね、会社なんでアメリカのやつか日本のやつかと思ってますけど、まさかの韓国ということで、ここはもう基本オプションでした。こんな風にアプリが、まあ、ありますけれども、これをこうすれば、はい、ボンというふうに開くというので、まあ、中にはこういった、まあ、あのなんかあった時のキットみたいなのが入ってますね。まあ、なんかここに物を入れることができます。だからここはもう電気自動車でエンジンがないんで、ちょっとした物入れには なってますね。あ、閉まらん、あ、閉まった。なんかこんな感じ、こんな感じの、まあ、ご紹介でございました。これがあの750万円のテスラでございます。これで気をつけてあの帰ろうかと思います。まあ、普通ねカーナビっていえばもう車会社とは別会社だったりしますけれども、もうこれねもう一体型になってますからね。こう自宅とかなんかこう iPad みたいにボンボンボンみたいな入れそうで、いやすごいですね。それで本当はねちょっとどっかねドライブでも行こうかなって日に思ったんですけど、とりあえずはですねもう自宅にあの帰ろうかなって日に思います。いや本当にねあの興奮してます。事故らないように自宅にあの帰ります。超大事に、まあ、いつも、ね、安全運転ですけど、いつも以上に安全運転で帰りたいと思います。自宅に帰ろうかと思うんですけど、ここにねあの無線チャージャーみたいなものね実はあるんですよね。ちょっと妻のスマホを置いてもらって、あ、そこ開けないといけないんだ。でも開けたらほらこんな風に、はい、チャージできてるんですよね。すごくないですか、ドヤみたいな
ね、こんな、まあ、機能もあったりします。ということで、まあ、今日はゆっくりちょっと自宅に帰ろうかと思います。天井今気づいてめっちゃ綺麗。ああ、まだアクセルは踏んだことないんですけども、ドライブモードだけでやってますけど、とりあえず慎重に行きたいと思います。ここ何に交通量も多いんで。それではもうテスラ電気自動車乗ってますけども、左折してください。あ、左折してくださいというふうな、ちょっと日本語はおかしいですけども、ね、やっぱりカーナビとかも、まあね、しっかりついてるというので、いや、やっぱりちょっと動きがなんか普通のエンジンとは違いますね。なんか急にアクセルを止めた瞬間になんかブレーキがかかってるような感覚がして、まあでもほぼほぼ変わりはないかなっていうふうには思いますね。僕はそんなにね、車を運転してるわけではないので、多分ね、もう何十年もガソリンの車を運転してる人であれば多分違和感もあると思うんですけど、私は幸いにもそんなに、ね、運転もうまくないということもありまして、では気をつけて帰ります。よし、この豊中は結構車の量が多くて、あ、ブレーキをやめた瞬間になんかこうエンジンブレーキみたいな感じでドーって止まりますね。かっこいいな。ただ750万するからぶつけないより、もちろんね、車にぶつからないとか人にぶつからないようにっていうとかもちろんですけども、緊張はいつものレンタカー以上にします。こんな静か、こんな風に LTE、 はい、伊丹空港ですけど、ここね、こんなの、ね、電波も無料で入ってる、すごいですよね。不思議ですよね、無料って。あ、でもなんか加速がすごいとか聞いたんですけども、ちょっとゆっくり押せば大丈夫ですよ。普通の車と変わらずって感じですね、うん、また大阪市内に行ってますけども、いや静かですし、うん、いやすごいですね。何よりディスプレイもでっかくていい感じです。こう自分が今どっち寄りかとかなんかそんなのも多分わかるみたいで、うん、そう、ちょっとあいにくね、雨は降ってきたんですけども、いきなりね、購入日に雨というかすごい悲しいんですけれども、ワイパーもなんかこう自動とかできたりとか、こっちで指示するみたいですね。もうここじゃないみたいです。こんな感じで動かしたりとか自動にしてるんで、今もちょっと止んでるんで動かない設定に、全部ここで基本的にも指示、ハンドル以外はなんかそんな感じになってますね。それではですね、自宅に戻ってまいりました。いやちょっとね、僕が契約した駐車場がですね、かなり狭くてギリギリで、ちょっと妻にね、オーライオーライしてもらいながら、めっちゃ恥ずかしいんですけども、駐車場にね、止めることができました。思った以上に、車体はでかいっすね。一番安いモデルだから大丈夫かなっていうふうに思ったんですけども、そんなことはなくて、結構でかくて、そこら辺をもっと練習してね、うまく駐車できるようにしたいなっていうふうに思いますけども、テスラいやもうこれもだから、別にもう家置いてでいいのかな。基本的にはもうスマホあれば開けることできるんで、遠くからでも自分のね、テスラのバッテリーとかそういうのを確認できて、今ここなんで隠してるかっていうと、車がある場所っていうところもね、表示されるんで、ちょっとこんな風に隠しておるんですけども、いやーマジですごい。私人生でテクノロジーがすごい好きなんですよね。それで高校1年生の時にボーダフォンで出てたシャープの SH35 っていうですね、まあすごい機種が100万画素の、それが出た時もすごい感動しましたし、あと iPhone3G ですね、これも社会人になってからゲットしましたけど、これが出た瞬間、おお、こんなもんがあるんかっていう風に感動しましたけど、だからその3つ目ですね、うん、テスラこんなもんがあるんこの時代にみたいな。もちろんね、こうやっぱり日本の企業にも頑張ってほしいっていうところもあって、日本の車っていうところも考えたんですけども、どうせならね、抽象的にはなりますけど、ワクワクできるようななんかものがいいなって時に、まあちょっとテスラ
良さそうだなっていうふうに思って思い切って買ったということで、セカンドチャンネルでは予告動画っていうところはね、車買いますみたいな出しましたけども、そこでいろいろですね、まあ皆さんに思った以上にコメントいただいて、これじゃないかみたいな、コスパ考えてこれじゃないかとかね、予想していただいたんですけど、テスラも結構コメントあって、そう、まあそのテスラだったっていうね。で、一応ね、流れっていうところも紹介しておこうかと思いますけど、テスラの注文に関しては、今9月なんですけども、2月ぐらいに実は予約っていうのをしておりました。それで、テスラね、車足りてないんですよ。すぐ欲しくてもなかなか手に入らないっていう車で。これもね、アメリカからやっとこう9月にね、モデル3っていう、もっと今までね、こう1000万以上が当たり前だったテスラなんですけども、モデル3っていうちょっとコスパのいい商品が出てきて、それはまあだから僕みたいに750万とか、それでもまあめっちゃ高いんですけども、そういったのがまあ1年前に登場して、これならね、なんとか変えてんのか分かんないんですけど、とりあえずはまあもう思い切って買っちゃって、9月に日本に来たというので、結構の台数来たみたいで日本にね。そう、それで多分このタイミングでテスラね、モデル3買われてる方も多いとは思うんですけど、まだまだでも日本ではね、そんなに知名度もなく、そんなね、テスラのスーパーチャージャーが日本たくさんにあるわけではなくて、スーパーチャージャー以外でも EV のその充電器っていうところを挿せば、パーキングエリアとかあったりしますけども、まあああいったところだとちょっと遅かったり、充電がするみたいなんですけども、まだまだこう電気自動車っていうのは日本には浸透してないですけども、ホンダとかもまあ登場してますし、今後ね、やっぱりこう電気自動車っていうのはね、どんどん進化して、特にまあテスラ見ていただけばわかると思うんですけども、今回お見せしたのではなくて、こう自動運転とかもね、高速道路ができたりするんで、そんなところもですね、まだ全然使ったことないんで、まあそういったのがどんな感じかっていうところと、まあ今後でテスラを使ってですね、いろいろちょっと紹介していきたいなというふうには思っております。実はね、私でも、テスラ試乗も しなくて買ったんですよ。試乗もできないことはないと思うんですけど、テスラの場合不思議でね、最初に1万5000円くらいクレジットカードね、予約みたいな決済するんですよね。もうそれで予約完了で、もう店舗とか行かなくても。最後はちょっとね、テスラのスタッフの方と、まあこう書類のやり取りっていうとかしたんですけども、営業されて試乗して、じゃあ紙で契約書とかそんなんじゃなくて、もう基本的にもうネットでやり取りみたいな。最後だけちょっと車検証とかそういったところはね、紙でのやり取りになるんですけど、それ以外は本当にもう、スマートで、なんかそういったところも自分に合っててよかったなっていうね、思ったりもして。だからその分、どんな感じかっていうところ正直、今日初めて乗ったんですよね。だから車が思った以上にでかかったとかね。まあでもそういったところも含めてね、まあテスラって、なんか新しいもん好きがね、持つ車だと思うんで、そういったところをちょっと紹介できればなっていうね、思ったりもいたしております。一応保険もね、もちろん入っておりまして、テスラの場合ちょっとね、特殊で、どこの保険屋でも契約できるかって言ったらそうでもなくて、SBI 本舗で今回契約して、テスラの専用のプランっていうところあったんで、電気自動車今までね、なんかすごい未来感があるみたいなね、いいことばっかり言ってますけども、やっぱりデメリットっていうところもあると思うんで、正直な感想っていうところですね、まあこれからですね、紹介できてればなというふうに思っております。ということで、今回ですね、750万円するですね、高級車。まあ他のね、トップ YouTuber の方はですね、もっとね、もちろんめっちゃ何千万とかする車買ってたりして、まあそれに比べたらあれかもしれないですけども、私にとってはすごい超高級車。最初で最後かもしれないです。テスラモデル3をね、買ってみたという動画でございました。もう本当に事故らないように、駐車場も狭いんで、まあちょっと運転スキルっていうところも上げて、運転していこうと思っておりますので、ぜひともなんかテスラを使ったこんな動画見たいよとかね、あるとなれば、ぜひともコメント欄で書いていただければと思っております。こんな感じで今回と終わりたいと思います。それでは、かっこいい。